俺の前は谷繁が監督の時だから、その時またヘッドコーチ呼ばれたけども、あの時も俺もだから谷繁が監督って思ってなかったんだよ、あの時。あ、そうなんですか。聞いてなかったんだ俺。まあ、おちゃんさんに言われたな。はい。だから準備しとけよって言うから、まあ、一応いろんなところでいろんな準備はしてたんだけど、はい、またおちゃんが来て監督やるんかなと思ってたの。そしたら GM だって言うからさ、あれ話が違うなと思って。で監督が退陣になったから、はい、で結局俺がなった時って本当は俺じゃなかっただろあの頃。そうなんですか。いろんな、ね、流れ的には小笠原の、ああその流れで、ああで俺はじゃあその間に、はい、あのつなぎでやろうと思って受けただけよ。